SCP-1803JP。永久発電機あるいはブラックボックス。オブジェクトクラス。ニュートラライズド。特別収容プロトコル。SCP-1803JP は現在サイト81。内の研究資料室に保管されています。説明。SCP-1803JP は一辺が80センチメートルの黒い金属製の立方体です。SCP-1803JP 上部隅にはレバー式の片切りスイッチが設置されており、オン、オフの切り替えが可能です。上部中央付近には直径1センチメートル、長さ15センチメートルの銀色の金属製の棒が2本、25センチメートル間隔で設置されています。SCP-1803JP を構成する金属は非常に高い硬度を有しており、サンプル収集及び成分の解析は現時点でできていません。また、内部構造を調査する試みも失敗に終わっています。上部のスイッチをオン側に切り替えることで SCP-1803JP は稼働し発電を開始、上部の棒状部分より電気を発生させます。SCP-1803JP は金属棒の間に、ボルトの交流を発生させ、最大で 100kW 程度の電力を取り出すことができます。SCP-1803JP の特筆すべき点は外部からの燃料や動力の供給を一切得ている形跡がないにもかかわらず、スイッチがオフに切り替えられるまで一定の電力量を発生、維持し続ける点にあります。後述の長期観察計画実行以前の実験において最長365日間の連続稼働が確認され、その間一切の異常は発生しませんでした。SCP-1803JP は1986年、県、市内で自称発明家が居住していた屋敷の解体工事の際に解体を請け負っていた業者によって発見されました。家主である男性は1984年に65歳で病死しています。発見当初 SCP-1803JP には永久発電機と書かれた紙が貼られていましたが、屋敷から発見された書類などからは SCP-1803JP に関する情報を得ることはできませんでした。ホイイチ。1987年。当時の SCP-1803JP の調査担当者である、博士より長期にわたる SCP-1803JP の稼働、観察計画が提起されました。これは SCP-1803JP の恒久性を調査するべく数十年にわたり SCP-1803JP を稼働させ続けたまま研究を行うという内容でした。同時に発生する電力をサイト81。の補助電力として使用する提案も出されました。これらの提案は承認され、1988年1月1日より長期観察計画は開始され、2018年1月1日に SCP-1803JP が無力化されたことで終了しました。ホイニ。2018年1月1日に SCP-1803JP は稼働を停止、その後の調査の結果2018年1月5日にニュートラライズドに指定され研究資料として保管されることになりました。以下にその際の資料を一部添付します。事案 1803JP 映像記録2018年1月1日付き映像はサイト81内の発電ユニットに併設された SCP-1803JP と設置された電力計を監視カメラで撮影したものである。SCP-1803JP の発生させる電力量の低下が開始。監視していた当時の担当職員である。研究員が異常を確認。電力量が 0kW 時になる。研究員が発電ユニットに向けて移動を開始。SCP-1803JP の側面に正方形、後の計測で一辺が 75cm であることが確認、の切れ目が出現。SCP-1803JP が大きく振動する。その後数秒おきに SCP-1803JP は振動し、その度に切れ目の入った部分が浮き上がり、切れ目から黄緑色の光が漏れ出す。
断続的にくぐもった叫び声のような音が聞こえ始め、音は次第に大きくなっていく。研究員が発電ユニットに到着、SCP-1803-JP に接近。SCP-1803-JP の側面が吹き飛ぶ。同時に甲高い叫び声のような音が響く。研究員が驚き身構える。SCP-1803-JP の内部から強い光を放つ光球が現れ、研究員の腹部に衝突した後消失。腹部を押さえ床にうずくまる。研究員、そのそばに正方形の金属板が落ちている。稼働停止後、SCP-1803-JP の内部が明らかになりました。SCP-1803-JP は厚さ 2.5cm の金属で構成され、内部に一辺が 75cm の正方形の空間を有する箱状の構造をしています。内部空間の床部中央には長さ 25cm のスタンド付き自転車が車体やスポークが歪み、床面に倒された状態で発見されました。自転車の後輪にはハブダイナモが使用されており、ハブダイナモから床と側面を伝い上部の棒状部分等に電気配線が施されていました。また、スタンドで固定することで後輪を回転させることが可能でした。自転車及びハブダイナモは小型ながら精巧に作られており、自転車のペダルを回転させることで発電が可能であることも確認されています。なお、SCP-1803-JP が供給していた電力を発生させるために計算上ペダルを毎秒回転させる必要があります。内部には他に下記のものが存在していました。真っ二つに折られた長さ 50cm の木製ミニチュアベッド。引き裂かれ綿がこぼれ出たミニチュアベッドに合わせたサイズの布団。ブラウン管が破壊されたミニチュアテレビと折れ曲がった室内用アンテナ。天井部に埋設された黄緑色の発光ダイオード。SCP-1803-JP 外部の片切りスイッチによって点灯と消灯の切り替えが可能。ハブダイナモから分岐した配線の先に設置されたバッテリー。ミニチュアテレビ、発光ダイオードの電力源。なお、内部の存在物の破壊は事案 1803-JP 発生時に行われたと推測されます。また、事案 1803-JP の際に吹き飛んだ金属板の内部面には、複数の長さ約 4cm の裸足の人型の足跡状のくぼみが存在していました。理屈は解明された。が、謎が残ってしまった。